わらび座はふるさと秋田の文化を応援します。劇団わらび座の森下明夫です。同じく内田克之です。この動画では横手市に伝わるホロワさんの下月神楽の魅力をお届けします。短い動画ですので最後までご覧ください。内田君、神楽って知ってる？もちろん、神事の時神様に奉納する兜のことでしょ。わらび座の舞台でも御神楽を踊るからね。では横手市に伝わる下月神楽は知ってる？下月神楽？ごめん、わからない。県民でも知らない人は多いのだけれども、実は1200年以上もの歴史を持つとされていて、国の重要無形民族文化財でもある伝統芸能なんだ。全く知らなかった、すごい歴史なんだね。で、実際どんな神楽なの？横手市のホロワ山にある奉仕分神社に伝わる神楽で、今年の収穫に感謝し、来る年の五穀豊穣を祈願する神事なんだ。毎年11月7日の夜から8日の朝にかけて33番もの神事を夜を徹して演じられ、奉納される神楽であることから下月神楽と呼ばれているんだ。そっか、この優雅な舞が1200年もの間この地で受け継がれてきたことを考えると、なんだか感慨深いものがあるよね。詳しい歴史や内容は下月神楽の資料館であるホロワの里資料館で展示されています。下月神楽の衣装や写真、奉仕分神社神楽殿の資料なども展示されておりますので、興味のある方はぜひぜひお尋ねください。ぜひ行ってみたいな、せっかくのご縁だもの。行こう行こう。この動画をご覧になった皆様もホロワさんの下月神楽を見にお越しください。お待ちしてます。